糖質であるそうめんも上手に食べればダイエット中でも問題なしなんですよ。その食べ方は、こんにちは、松田理恵です。暑くなってくると食べたくなるものといえばそうめんでは何でしょうか。そうめんは簡単調理でさっぱり食べられるので、暑くて料理を作る意欲も食べる意欲も落ちてしまうこれからの季節にぴったりですよね。お子さんがいる方は夏休みのお昼ご飯はそうめんばっかりという家庭も多いのではないでしょうか。私の子供の頃がまさにそうでした。しかし糖質制限ダイエットの影響で糖質であるそうめんも食べられないなんて考えている方もいるかもしれません。そこで今回の動画では12キロ痩せたそうめんの食べ方、ダイエット講師が教える正しい素麺の食べ合わせというテーマまでお伝えしていきます。糖質であるそうめんも上手に食べればダイエット中でも問題なしなんですよ。その食べ方は今からお伝えしていきますね。それでは今日のテーマいきましょう。痩せるそうめんの食べ方の一つ目です。トッピングをたっぷりする。糖質が高いとはいえシンプルに食べられるそうめんはなんだかヘルシーなイメージがありますよね。ちなみにそうめん1食あたりの糖質量は 70g 前後、ちなみにご飯1膳の糖質量は 50g 前後なので、やはり糖質は高めですね。しかもご飯はおかずと一緒に食べることが多いと思うんですが、そうめんの場合そうめんだけを食べる場合が多いので、どうしても糖質に偏ってしまいがち。さらにそうめんってこういっためんつゆにつけて食べますよね。実はこのめんつゆも糖質が結構高いんです。しかも市販のめんつゆだと血糖値を急上昇させやすい甘味料である加糖ブドウ糖液糖が含まれているものが多いです。ちなみにこちらもブドウ糖加糖液糖しっかり書いてありますね。そのためそうめんは血糖値を急上昇させやすいメニューとも言えます。血糖値の急上昇は脂肪の蓄積にもつながっていくので、ダイエットのためには避けたいところ。そこでおすすめの工夫はそうめんだけをシンプルに食べるのではなく、トッピングをたっぷりして食べることです。こうすることでそうめんだけをたくさん食べて糖質を摂りすぎてしまうということを防ぐことができます。まず最初におすすめなトッピングがタンパク質。定番のものだと、まあ、こういった卵とかね、あとツナですよね。これらは簡単に調理というか、まあ、調理せずにそのままトッピングすることも可能なので本当に楽ちんです。ちなみにダイエット的にツナはやっぱり水煮缶の方がおすすめですね。サバ缶も意外と合うみたいですよ。他にささみ、冷しゃぶ、納豆などもいいですよね。この冷しゃぶの豚肉や納豆というのは糖質をエネルギーに変えてくれるビタミン B1 も豊富なので、そうめんの糖質を効率的にエネルギーとして活用することができるというメリットもあります。糖質がエネルギーとして活用できないと太りやすくなるだけではなくって疲れやすくなるとも言われているので、これは夏バテ防止のためにもおすすめな組み合わせです。さらに野菜や海藻を足しちゃえばビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養もプラスできますし、満腹感もアップしますよね。そうすればそうめんの量は少量でも満足できるので、糖質量を控えめにすることができてダイエットに効果的というわけです。私の場合簡単に食べられるミニトマトやきゅうり、冷凍オクラ、大葉、キムチ、わかめ、あと海苔とかをねトッピングすることが多いですね。皆さんのおすすめなそうめんのトッピングがあればぜひそちらもねコメント欄で教えてください。結構ね見るの楽しみにしているんです。はい、痩せるそうめんの食べ方の2つ目です。よく噛んで食べる。そうめんって細い麺 であと喉越しがいいのでズルズルズルってね早食いしてしまいやすいですよね。しかし皆さんすでにご存知かと思いますが、早食いしてしまうと満腹感が得られにくいです。これは満腹中枢が作用して満腹感を得られるまではだいたい約ね20分ぐらいの食事時間が必要だと一般的に言われているからです。ちなみに過去の私の場合1食につき、そうめん 2,3 束ね結構ペロリといけちゃいました。これを10分程度で食べていましたね。とはいえ当時の私としてはそうめんはヘルシーメニューだったので、太るメニューだということに気づかずに夏バテで痩せた友人の横でどんどん成長していました。確かにパスタやラーメンに比べたらカロリーは低いですが、食べ過ぎてしまったら太ってしまうっていうのは当たり前ですよね。そこでおすすめな工夫はやっぱりよく
噛んで食べること、早食いしてしまいやすいそうめんでも先ほどお伝えしたようにタンパク質や野菜、海藻などたっぷりトッピングされていれば栄養バランスが整うだけではなく噛む回数もね増えていきますよね。ちなみによく噛むことは、食べ過ぎを防ぐだけではなく血糖値の急上昇を抑える、あと消化吸収力のアップ、代謝の促進など嬉しい効果がたくさんあるんです。噛むだけでダイエット効果がアップするなんてもうお金もかからなくて最高じゃないですか。噛むことによるダイエット効果についてはこちらの動画でもねさらに詳しくお伝えしています。1年で体脂肪率がマイナス 10% 落とせた簡単誰でもできる噛むだけダイエットという動画です。気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、また後でチェックしてみてください。またそれを言っちゃうのはどうなのと思ったんですが、まあ人のことそうめんじゃなくて冷麦やうどんにしちゃうのもおすすめです。だって麺がそうめんより太いから、まあ、その分噛む回数が増えやすい。特にそうめんにこだわりがない方は、お試しくださいませ。痩せるそうめんの食べ方3つ目です。薬味やつゆを工夫する。まあ、先ほどそうめんの糖質が高くなる理由の一つとして、まあ、こういった麺つゆだというふうにねお伝えをしました。実は市販の麺つゆ1食分で糖質量 10g 前後も摂取しちゃうっていう場合もあるんですね。つゆだけでこれだけの糖質を摂取するのは悔しいですよね。まあそうめんのつゆをズルズルって飲むことはないと思うので、その点安心かと思いますが、糖質オフできることに越したことはありませんよね。そこでおすすめな工夫は先ほどのトッピングでもお伝えしたような薬味を活用すること。例えばネギ、海苔、生姜、一味、みょうが、大葉、ごまなどですね。こうして薬味を活用することで風味が増すので、めんつゆは少しつけるだけで満足しやすいかと思います。また私と違って料理好きの方であれば、めんつゆを手作りするのもねおすすめですよ。一応簡単で低糖質なめんつゆの作り方をご紹介しておきますね。材料です。水 500ml、だし昆布、かつお節、ダイエット甘味料の、ま、エビスリトールが個人的におすすめです。あとは醤油ですね。作り方です。 500ml の容器に水を入れてだし昆布に浸します。一晩置くのがベストですが1時間程度でも OK です。昆布を入れたまま 800W で2分加熱して沸騰直前で取り出していきます。残りの調味料をすべて入れます。800W の電子レンジで1分加熱して沸騰直前で取り出してしまったらもう完成です。簡単ですよね。これなら私でもできそうです。他にせめて加糖ぶどう糖液糖ではない甘味料が使用されているめんつゆを選ぶっていうのもおすすめです。また夏にそうめんを食べるときって氷で麺を冷やして冷たいつゆにつけて食べますよね。しかしこうした冷たい食べ物を食べ過ぎるとやっぱり体が冷えちゃう、体が冷えると代謝が落ちちゃうっていう可能性も考えられます。それだけではなくって胃腸の働きが落ちることによって夏バテにつながったり便秘になっちゃうという可能性もあるんですよね。とはいえ暑い夏に暑いそうめんをどうしてもね食べにくいと思うんですね。まあ、こんな時に薬味の活用がおすすめです。例えば生姜の場合ジンゲロールという成分に血流を良くする働きがあるので代謝アップとか冷え防止に効果的です。他にも一味もいいですよね。というのも唐辛子に含まれるカプサイシンにも血流を良くする効果があると言われています。番外編としては梅干しもおすすめですよ。特に紀州梅は近年研究が盛んになっているバニリンという成分が豊富に含まれているんですね。バニリンは脂肪細胞に刺激を与えるので脂肪細胞が燃焼しやすくなってダイエットに効果的と期待されているそうです。また梅干しの酸味とそうめんのほのかな甘みの組み合わせは意外と相性がいいんですね。梅干しのクエン酸は夏バテ予防にも効果的ですしね。皆さんもぜひ試してみてくださいね。それでは最後にまとめておきましょう。痩せるそうめんの食べ方は1トッピングをたっぷりする、2よく噛んで食べる、3薬味やつゆを工夫するでしたね。はい、ではいかがだったでしょうか。太ることを気にして夏に美味しいそうめんを楽しめないのは寂しいですよね。そうめんの話をしていたらめちゃくちゃそうめんが食べたくなってきたので明日は早速そうめんにしようかなと思います。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しているのでまた明日お会いしましょう。しくじからビューティー松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。